エリミネーション方式によるトーナメントで行わせていただきます。参加人数34名、たくさんのご参加ありがとうございます。結構ねウィーナーズ、ベスト4までここまで決めますんで、すぐに回していきます。よろしくお願いします。まずはウィーナーズベスト4までサクリと回していきますので、よろしくお願いいたします。本当にね今日は03でメンツがめちゃくちゃ濃いんで、割ときついですが頑張ってください。さて一番向こうはまずはあれは誰や、わからん。バーディー勝ち。さて、ね、K と L 決まりましたが、すいません勝ったのは全然見えへん、ここからやった画面が。 K 兄弟テルチカさんとバージョンさんは、テルチカさんとバージョンさん勝ったのがどっち、はい、バージョンさんで、均等黒球が黒球、ありがとうございます、ありがとうございます、本当にありがとうございます。すいません、バージョンさん、めんどくさいんですけど連戦室ちょっと先にやります。バージョンさん K 兄弟でバージョンさんと、クータンさん、はい、 K 兄弟でバージョンさんとクータンさんの試合やります。L 兄弟はひずみさんとネオスリーさん、L 兄弟はひずみさんとネオスリーさんの試合やります。はーい、はーい、ひずみさんとネオスリーさん、はーい、じゃんけんしてワンピースビキメで、一番向こうの L でお願いします。J 決まりましたね。小笠さんと高橋さんは、小笠さんが勝ちですね。すいません小笠さん連戦です。小笠さん対 C さんの試合やります。 J 兄弟ここちょっと1試合多いんで連戦でさせていただきます。小笠さんと C さんの試合を J 兄弟で行います。はい、ちゃんと起こす、ヒロ君剣と起こしな、これ剣、うんうん、なら、これよう覚えてるよね、これ冷静に考えて、起こしのフレームとか J です。はい、シンさん対小川さん J です。 J でお願いします。すいません、ひずみさんと、ひずみさんと、ネオスリーさんが L、 一番向こう、ひずみさんとネオスリーさんが一番向こうの L です。さて勝ったら今吉さんが勝利、ただしおさん試合をお願いします。で、K 兄弟、ごめんなさい J 兄弟もう決まりました。はい、バルログ、バルログ、これバルログの試合なんて読んだっけ。俺バルログの試合なんて読んだっけ、読んでないと、あ、おかしいか、ごめん、勝ったな、ほか。さてすいません、ちょっと混乱したか。K 兄弟はごめんなさい、勝ったのはサガット勝ってたっぽい、今の猫くんめっちゃ笑ってるしな、サガット勝ってたっぽい、はい、じゃあすいません、マチナッシュさんと竹だるさんの試合ですが、 J、 マチナッシュさんと竹だるさんの試合を J 兄弟でやります。はい、マチナッシュさんと竹だるさん、すいませんお待たせしました、 J でやります。で、プチリュウさんと原翔さん L、 一番向こうの L 台でお願いします。一番向こうの台で、ブレイブルーゼ小型さんとエニさん、小型さんとエニさんの試合やります。はい、小型さんとエニさん、はいはい、ありましたね。じゃんけんしてワンピースツーピーを決めて、小型さんごめんなさい、はいはい、今行きます、後ろ、小型さんとエニさんを K 兄弟、小型さんとエニさん K でやります。はい、ゴーキドーキャラは現在11、あ、森桃さんと小西さん次アイでやるんで、アイ付近で待っててください。はい、森桃さんと小西さんアイでやるんで、アイ付近で待っててください。
すのめっちゃ可愛いんやけど、めっちゃ可愛い。いや俺も子供ができたら3歳ぐらいからゲームセンターにちょっとずつ連れてこようかなと思ってるんですけどね、はい、結婚してませんけどね僕同期同期の決まっている 1P 側ということは激アツ間違いない。いやいやいや、これ全然やってないという人間がね、なんか機能もオリコンとか全然覚えてたりとかしてたんで大丈夫です、大丈夫です。はい、ダブルエリミです。今日は34名のダブルエリミネーションで行っております。さて決まっている、次がダルシム、タケダル、タケダルさんが勝ち。はい、じゃあ J 兄弟で、はい、ヒロ対マジカル、 J 兄弟にヒロさんとマジカルさんの試合やるんで、はい、じゃあマジカルさんよろしくお願いします。何をお願いするのか分かりませんけどよろしくお願いします。ちなみに今日のヒロ君は、X サクラ、はよオリコン覚えよX サクラです。ダルシムは置いてきた、ダルシムは置いてきた。今日はね、割とね、ダルシムが多いらしいんで、ダルシム置いてきたらしいです。おっと、これブレイブルーゼ勝ったんちゃう？ブレイブルーゼ強かった。勝ったのはブレイブルーゼ。はい、現在全1ラグナの小型アンが勝利。さて、L 兄弟も決まりましたね。これは 2P 側で K 兄弟でナンさんとマホさん、 J 兄弟でホットさんとキサクさんです。これで1回戦が全部終わることになります。ごめんなさい、森桃さんと小西さん、すいません、勝ったのどっちでしたっけ、ちょっと見えてなかった、申し訳ないです。森桃さんとゲンカ勝ち。テンポ今日強いぞ。実は今日アチョブレイブルー6台あるんですけど、死ぬほど遠征が来てて、あっちあっちでめっちゃ人多い。セーバーのエントリー、03がちょっと終わったタイミングでもっぺんガッとやりますんで、すいません、もう少々お待ちください。さて、愛兄弟すごい試合になっている。天宮 VS ハッシー、ゼロスリーといえばね、とかくエーパーエーパーと言われる印象が大きいで多いんですが、まあ、僕に言わせてもらったら格闘ゲームの中で最も地上戦の美しいゲームです、ほんまに。さあ、幻影キット押せ切り、あー、そういう手があるか。勝ったのは天宮優里。さて、配信台、はい、はい、L 兄弟での試合となります。 L 兄弟での試合をお願いいたします。 J が決まってしまった、すいません、ホットさんとキサクさん、勝ったのは、すいません、ホットさんとキサクさん、勝ったのは、すいません、軽くアピールしてください。キサクさん、ありがとうございます。キサクさんが勝ち、ありがとうございます。はい、 J 兄弟では竹田ルさんとレゴノキさん、サントラ倒して今度楽しむ、ハハハ、ネコの日のジュナーの続け、竹田さんとネコの日さん、 J でやります。 J です、 J でお願いします。さあ、どんどんセーバーでもやってきたぞ、どんどんセーバーでもやってきたぞ。もう、はい、もうネコくんのこの開き直った笑いがたまりません。ザンギ倒した後今度ダルシムかよみたいなね。
ゼロスリーにおけるキャラクターランク三強がゴーギ、ダルシム、サクラ、まあ、変わってないよな、変わってないよね三強。ヒロ君、三強変わってないよね。ゴーギ、ダルシム、サクラ、マジで結局やっぱりソドムは最強キャラでいいの今。はい、まあ、ゴーギ、ダルシム、サクラと10年ぐらい最強キャラを守っていたキャラの中にソドムというニューカマーが現れて、現在3強4強ないし、ソドムプラスその下に3強みたいな勢いらしいです。でその下あたりにザンギとかリュウとかコーニーとかバルログとか、ザンギ、バルログ、カリンとかそのあたりで、勝ったら新ザンギ、つまりザンギは強キャラです。うん、これ今吉さんとシンさんがどう考えても対戦したから絶対間違ってる。あ、ごめん、あ、し直し直し、間違えてた。はい、京京隊でキサクさんと、キサクさんとマチカルさん、京京隊でキサクさんとマチカルさんの試合やります。はいはい、キサクさんとマチカルさんの試合やります。京京隊でキサクさん、キサクさんとマチカルさんの試合やります。はい、じゃんけんしてワンピースツービーを決めて京京隊で試合お願いします。でごめんなさい、勝ったん小賀さんでした。ここじゃあ改めましょう、小賀さんと今吉さんの試合やります。すいません、いろいろ間違ってた、なかったことで、はいはい、改めて小賀さんと今吉さんの試合やります。すいません、 L 兄弟一番向こうの L でやります、申し訳ない。いろいろめっちゃ間違えた。はい、一番向こうの L で小賀さんと今吉さんの試合やります。一番向こう L で小賀さんと今吉さんの試合やります、お願いいたします。一番向こうの L 兄弟で小賀さんと今吉さん、はい、ヤンケンショワンピース B を決めて L 兄弟でお願いします。龍、淵龍、淵龍の勝利なわけが、じゃあ京京隊今からマジカル対企画になるはずだから、 J は浅羽さんが勝ち。さて浅羽豪輝がまずは決勝進出、ブロック決勝進出、龍 VS 豪輝、少々お待ちください。ブロック決勝は最低でも2台でやりますので、最強隊すごい珍しい試合になってる。何が珍しいって有利というキャラ、キャノンスパイク、これ有利と有利の違いわからんねんけど、どっちがコマンドキャラやったっけ。有利、じゃあ有利はコマンドキャラ、キャノンスパイクをコマンドで出す。じゃあ何がキャミーと違うの。あ、ドロップキックした、ドロップキックしたらあの左で死んだ、光返した、耐えた。あと光されて死んだっていうのがね、ゼロスリー怖い。いやこれ映すからさ絶対、でもこれも映したいし、どうしよう、もうこれ諦める。え、これやろ、あ、映したやろ。じゃあすいません、じゃあ J 兄弟でブロック決勝1試合やります。浅羽さんと淵龍さん、浅羽さんと淵龍さんとブロック決勝1試合やります。これに勝てばファイナルトーナメント行きです。はい、浅羽さんと淵龍さん、はいはい、はい、浅羽さん、あれ浅羽さん、浅羽さん、はい、対面にいますね、対面にいます。はい、じゃんけんしワンピース見決めて J 兄弟でお願いします。あれダルシム勝ったっぽい、じゃあごめんなさい、 K 兄弟すいません、勝ったのはマジカルさん、ごめんなさい、マジカルさんが勝利。 K 兄弟ちょっとだけ開けます、 K 兄弟ちょっと開けときます、すいません。うん、
ね、このノーゲージ戦。うわ、中段スタート、知らんけど、知らんけど、勝田の天宮、マジか。はい、じゃあ愛嬌隊で、ここやね、黒球。どうするこれ、今吉対森ももやっちゃっていい、今吉対森ももやっちゃっていい。はいはい、じゃあ K 兄弟で今吉さんと森ももさんの試合やります。 K 兄弟で今吉さんと森ももさんの試合やります。森ももさんは行きますね。はい、今吉さんが今行きますんで、今行きますので、はい、じゃあ慶京大で今吉さんと森ももさんの試合やります。よろしくお願いします。営業大ブロック決勝、武田ル VS 黒球、なぜ X を選んだ。マジで似てんのこれ、ほら赤いやつやん。うわーわーわー、死ぬ、死なない死なない。あれ、そういうゲームなんかな、みんな勝ったのは浅間さんが勝ち。はい、まずは最強豪輝、浅間豪輝がベスト4進出。浅間さん、残りは決勝トーナメントなんでよろしくお願いします。ほらほらほら、割れちゃう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 、削れちゃう削れちゃう、こういうゲーム。せやな、勝ったな竹だる。はい、やっぱり最強ダルシムの一人、竹だるさんが抜けです。ダイヤロン、いや、ダブルエリミです、ダブエリです。今ダブルエリミネーションの抽選やってますんで、はい、一度負けた皆様もすぐに今からダブルエリミの試合が回ってきます。よろしくお願いします。高橋さんの国の丸選手、ハッシーコーディーはわは。さて、愛兄弟最後のブロック決勝、マジカル VS 天宮、全関西を局のどん底に落とし入れたこのマジカルサクラ、マジカルサクラ、サクラといったらフリーコーみたいな、そんな感じになりますけど、サクラといったら何、やっぱフリーコーやろ。あ、知らってお前、お前おっさんのセリフちゃうぞ、終わり。いやー、キャノンスパイク長いが、やはりそこまで万能ではない。第1ラウンドはマジカルサクラ。さて、ルーザーズブロックが現在抽選中です。すぐにルーザーズのトーナメントが始まります。一度負けた皆様、すぐにルーザーズトーナメントが始まります。準備よろしくお願いいたします。じゃあ先に0回戦呼んじゃいましょうか。テルチカ対ホット、はーい、テルチカさんとホットさん、はーい、はいはい、手上げて、はい、J 兄弟で、 J 兄弟でお願いします。さて、決まりましたね。あれはゲン、森桃ゲン抜け出たな、森桃ゲン。職人プレイヤー同士の対決は森桃ゲンが勝利で、K 兄弟で小西対ナン、 K 兄弟で小西対ランの試合やります。はい、小西さん、ナンさん、はい、ナンさんいますね、小西さん、 KK でお願いします。 K 兄弟でお願いします。さあ、愛兄弟勝ったな、マジカルさくら、4人目はマジカル、いやー、いいですね。あれは、わからん、チュンリーとゲン、すいません、小西さんとナンさん、勝ったのは小西さんですね、すいません、ありがとうございます。はい、では J 兄弟です、すいません、ホットさん連戦です。ホットさんとバージョンさん、あーまいった、ホットさんとバージョンさんを J 兄弟でやります。
コットさんとバージョンさん J 兄弟で、で K 兄弟で高橋さんとハッシーさん、 K 兄弟で高橋さんとハッシーさん、はいはいはい、もうちょっと前の方出てもらえますか、高橋さんハッシーさん、はい、あの通路あたりまで、はい、手上げて、はい、じゃあワンピー2ピーを決めて K 兄弟でお願いします。いや割と頑張ってる、割と色気頑張ってますよこれ。でもな、あえて全員1やしな、全員1ユニユニエンディ、あでも亀足のマウントはさすがにでかいでかい、大慶この大慶を破れてもな一人死しない栗子昇龍、はい、めくりめくりガードコーナーからジャクジャク大投げを通す、あれこれ買っちゃう、別に削ってよかったやん、あ投げすか、やるじゃん、いじいじ、はい、そんな広くはなんやろ、毎週土曜ぐらいにゼロスリーゼロスリーと うなされながら対戦相手を求めてますんで、よかったら遊びに来てください、お願いします。 L 強化大勝手な新残機、はい、じゃあ L 兄弟で原翔さんとマチナッシュさん、はい、原翔さんとマチナッシュさんの試合やります。 L でお願いします、原翔さんとマチナッシュさん、あれマチナッシュさん、いたいたいた、トイメンにいますね、トイメンにいます、はい、じゃあトイメントイメン、じゃんけんしてワンピースビー決めて、 L でお願いします、バージョンさんが勝ちかな、勝てるよね、はい、じゃあ J 兄弟でカントナさんと金藤さん、カントナさんと金藤さん、あ、カントナさんの試合中ごめん、じゃあちょっと回します、ちょっと飛ばします、ちょっとだけ飛ばします、 J 兄弟、ここか、小賀さんとエニさん、すぐやるんで、カントナさんと金藤さんのやつ、あの辺で待っててください。 K 兄弟で小賀さんとエニさん、小賀さんとエニさん、はい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 、小賀さん、小賀さん、あれ、はいだいだ、はい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 、金藤、ちょっと待ってください、ちょっとだけ待ってくださいね、エニさんと小賀さんを K 兄弟で、エニさんと小賀さんを K 兄弟でやります。で、カントナさんと金藤さんを L、 書いて、でも書いてこれ分からんねマジ、金藤さん、はいはい、カントナさんと金藤さんの試合を L でやります。金藤、はいはい、金藤さん L でやります、 L でやります、お願いします。さて愛兄弟は東海戦、東海大学細川 VS 小西、ほんますいません、第1ラウンドはキャミー、マジか、そう、あとゼロスリーを語る上で忘れてあげないのはめくりガードコンナー、あれなんて怒るんすかね、ゼロスリーだけね、なんか、うん、聞いてもさ、ゼロスリーで要領を得た答えが返ってこない、めくりガードコーナー、なぜ怒るのか分からへん、あ、Y 軸入れ替えの時の振り向きの時の存在判定、逆転によって起こる、
重なってるとガードできない系とかじゃなくじゃないんですよね。そう、ゼロスリーは。さて決まっていますね。これは鬼兵さんが勝ってますね。鬼兵さんが勝ち。これ書いてくれるめっちゃ楽やね。鬼兵さんが勝ち。 J、 はい、じゃあ、J 筐体でロスリーさんとハッシーさんが K。 で、マチナッシュさんとキサクさん、マチナッシュさんとキサクさんを L でやります。はいはい、はいはい、大丈夫ですね。ワンピース2秒決めて L で、 L でお願いします。マチナッシュさんとキサクさん L でお願いします。さあ、愛嬌隊ブレイブルーゼ小型探検 VS バージョンコーディ、なんかかなり面白いこの構成。あーでも終わった。はい、ダメ、あれリバサーで超必出しはいいんやろ。ゲームはまあでも出ないよね。ああ、救われた。ああ、救われない。あかんねや、レベル1ではダメ、できないもんねみたいな感じですよね、きっと。いやー、バージョンコーディーが仕上がってる。さすが勝ったらバージョン。はい、じゃあ愛兄弟さて、愛兄弟猫の木 VS カントナ、今日2戦目。カントナに勝つ、竹ダルに負ける。そしてまた降りてきたら猫の木が、猫の木カントナが待っていた。でもここでエーパルード、さらに現役から拾い直せない。そして空爆、猫昇竜。これはさすがにゼロスリーでの視聴率が上がる。終わって、 L が決まりました。決まってない、ごめんなさい。オリゴン削る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 、勝ち。まず第1ラウンド猫の日、これは分かんねえぞ。これいったら上行く、ごめんやで、行きそうな匂いがする。猫の日頑張ってほしい。猫の日ダブラリー、体力の高さと火力の高さがザンギエフの強さの秘訣。そう、体力だから火力まである、このキャラ。ごめんなさい、軽筐体買ったのはどちらでしょうか。すいません、軽筐体ネオスリーさんとハッシーさん、ハッシーさんが勝ち、ありがとうございます。じゃあ軽筐体で、しょうがないね。クータンさんと小西さん、またか。クータンさんと小西さんの試合を軽兄弟でやります。あー、猫の日がいった、猫の日がいった。はい、軽兄弟でクータンさんと小西さんの試合やります。はーい、おやすみ。もうこっから全部映したいぐらいのレベル。いや、しょうがない、でも行くしかない。はい、行くしかないっす。もうちょっと進めます。 J 兄弟で新 VS バージョン、新対バージョンでやります。 J 兄弟、はい、対面にいますね。 J 兄弟でお願いします。もうこれ全部映したいレベルなんですけど、もうしょうがない、いきます。で、もう一個いきます。ハッシー対キサク、ハッシー対キサク L でやります。すいません、じゃんけんしワンピースに決めていただいて L 兄弟で試合をお願いいたします。ハッシーさん、キサクさんお願いします。 L です。もうここから全部見たい、全部見たいけどしょうがない、いきます。愛兄弟は魔法 VS 鬼兵、
第1ラウンドは魔法、さあいろいろあったが、景況体決まりましたね。ごめんなさい、クータンさんとコニーさん買ったのはクータンで、愛嬌体はいやー魔法バレ強い。さてでは、ルーザーズのブロック決勝1個ずつやります。 J 兄弟で新対今吉、 J 兄弟で新対今吉、はーい、ルーザーズの決定戦です。免除、はい、じゃあハッシー対フチリュウからやります。すいません、ハッシーさんとフチリュウさんの試合からやります。 J 兄弟でやります。はい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 、逆逆 J でやります、 J でやります、お願いします。さて先にエヴァを決めたのはオガ、落ちた落ちたよ。さて J 兄弟抜け戦ですね。さあで猫の日浮かしきった、勝ったのは猫の日、3つ目猫の日、猫の日対黒キューとか、はい、すいません、じゃあ猫さんちょっと連戦で申し訳ないんですけど抜け戦やります。猫の日対黒キュー、はい、 K でやります、 K でやります、猫の日対黒キュー、はいはい、今行きますんでハッピーズビューを決めてください。バルログドギャラ第2ラウンドは魔法バルログが体力リード、だがフルゲージ戦なんでもう何が起こるか分かんねえな、これ。ここはゲージを使って逆転、じゃあ向こうでやりましょうか。はい、シンさんと今吉さん、一番向こうの L でやります。抜け戦、もう一戦バルログすることになるけど、まあいいか、はいはい、L です、一番向こうです。さてまず一つ目は龍、プチ龍が勝った 1P だった、プチ龍 1P 取ってたルーザーズ抜けたのはファイナルトーナメント上がったのはプチ龍、まず一人目プチ龍、1P の龍、1P の竜、 1P の竜やったか、さてゲージを吐いてしまった、入ればわずかに魔法有利だが、くらく割って削れなくて、まだ分かんねえぞ、クー投げ中足まで、あの高さで投げていたのは小川ル、小川ル6勝利、連戦です、すいません小川さん。
さて最後ですね、ルーザーズファイナル決定戦最後の1試合は雨宮 VS 小川。これいけるんすか。いかにも有利が苦しそうな、そんな風に見える。ゼロスリーね、結構ね見てる方も分かんないと思うんですけど、大事な点結構あります。まず1つ目はカウンターヒットのリターンが膨大です。地上戦が大事で、ガードクラッシュもあるので、とにかくガードさせる固めることが強いゲームなんですが、その分カウンターは厳しく 1.5 倍やったっけ、技によるか、技による 1.25 から2倍ぐらいまで倍率があります。ガークラはしかもガードクラッシュ値が最大までじゃなくて1ゲージメモリが減るんで、ガークラのリスクも甚大です。2つ目置き攻め、めくりガード困難、 Y 軸反転時の、反転移動によるめくりガード困難という現象があります。 X 軸か、なかなかキャラによっては置き攻めだけでゲームは決まりかねない。おっと第1ラウンド取ったのは雨宮有利。いやちゃんと起こしてた。勝ったのはザンギエ不審。今記事ここで力尽きれ、ザンギ残ってきますねよね、やっぱり新ザンギ。ヘッド起こしは7フレ。さて第2ラウンド、体力リーダーオーバー、うわー引っ掛ける、マジかよ、バックフリップ追いかけてきよった。勝ったのは雨宮有利。うーわー、なんだか03の決勝トーナメント、まずウィナーズのベスト4やっていきたいと思います。まずは先ワンピーガーですね、森桃源、 Z 源、そして対する2ピーガーが浅間光輝。はい、おっと、そんなもんで OK です。はい、さあウィナーズで上がってきたキャラですね、ゴーキ・ダルシム・サクラという、まあ03初期の03だからずっと長いこと最強の3キャラと言われてた3キャラプラス、さあ Z キャラで一番やれるキャラ、あ、まあダルシムがいますけども、まあ Z がメインのキャラで一番やれるキャラの Z ゲン。さあこの 4キャラの決勝、さあ波動スタートのオリコン、これは最後まで行くでしょう。さあまず1ラウンド取ったのは浅場豪樹。さあ浅場阿長に来るのはこれ多分1年ぶりぐらいじゃないですかね、下手したらもっとぶりですかね。さあ2ラウンド目、さあ浅場豪樹でなんか戦えるの久々のような気がします。さあ気流ダイバーを振りながら、しかし昇竜返せ空人。さあ豪樹はあと残影が出るぜ。さあ、あのたまに振るですね、あのゲンのちょっとかっこ悪いね、なんか前にあの手伸ばすやつあるじゃないですか、あれがねすごく危ない技ですね、あれカウンターヒットするとねダメージ2倍ですからね。はい、さあ大将刺して、さあ板前を回避、しかしこれは折り込んで回避、バーキャンで返す、さあどん飛んでいったが綺麗に昇竜タイグ。さあまず浅場豪樹が一勝。さあでは2試合目いきましょう、竹ダル対、ちょっと音下げていい、パーティーちょっと音下げて、さあいきましょう準決勝の2試合目、ワンピーガーはこれもアトリ君が結構1年ぶりぐらいじゃないですかね、マジカルサクラ空爆スタート。さあ折り込み入れてスケープは、これはサクラは拾いやすい。さあしかしさくら、まず体力半分リード。さあそして2ピーガーはちょっと下げすぎ、もっと下げすぎ。さあオリコン仕返しの竹ダル。さあ皆さんね、なんかダルシムのオリコンっていうとね、あの画面端であのスラファイヤースラファイヤーっていうのをイメージするかと思いますが、さあ1ラウンド取ったのはマジカルさくら。まあ実際問題ね、あのスラファイヤーなんていうのはね当然入る機会なんか全然ないわけで、
あのじゃあ実際使えるのはあの先ほどのような遠距離からの台形をいっぱい当てるやつなんですが、さあ2ラウンド目下がろうとして締める。さあ体力一気に大きく奪っていくバシガル。さあしかしさくらゲージがなくなると、さあダルシムの方がキャラ的には有利なのか。さあ亀足押し込んでいくスラファイヤー、しかしゲージが溜まって最後ドリル立ちくらい、あれはコパン確定。さあマジカル決勝。さあでは決勝はですね、あの 1B と 2B がですね、あの若干違いましてですね、まああの大体のキャラは違わないんですが、あのオリコンがですね違うんですよ 1B と 2B で、例えばさくらの場合でしたら、最後のオリコンの締めがですね、1B だったら、普通にあのジャンプ台パンチだけポンポンと入れてればいいってやつなんですが、 2B だとですね、あの橋めぐりになるので、あの橋めぐりでちょっと往復しながらやらなきゃいけない、ちょっとめんどくさいオリコンになってですね、あのそれであの大体、1P 有利という形になっております。キャラによっては 1P しかエンパが入らないというキャラもいるんですが、さあそんなこと言ってる前で、ね、まずは浅野剛毅体力半分リード、オリコン対空する、オリコン対空。さあ一旦オープンステージを持って、さあこの剛毅さくら、さあこのどっちが有利なのか、いまだによくわからないこの組み合わせ。なんかさくら有利のような気もするし、剛毅有利のような気もする。すいません。さあそこがちょっとずつダメージを取っていくんだが、さあお互い爆弾を抱えたまま、さあ時間もなくなってくる。ブリコン波動、さあどうなった、浅間が寄っていく、最後台足ちょっとマジカルか、ちょっと苦い顔をしながらも、さあ1ラウンド取ったな、マジカルあの台足危なかったですね、ガードされたらそれこそ逆転でした。あーっと、あーっと、さあ踏み込んでの壊しまでは良かったんだが、さああとこれは補正切り、これは補正を切らずにガーキャンで返す。さああれはですね、ダメージを取っておきながら相手にゲージを使わせて、しかもガードゲージも一つ減らせるという、さあもう剛毅の万能オリコン。振り返る、あーっとまたしても繋がらない。さあ画面端削りこれは削り切れ。さあガークワと同時に終了。さあ1本取り返したのは浅間剛毅、3ラウンド目。さあゲージがあるのはマジカルが半分。さあやはりゲージを抱えているか抱えていないか、これがこれで一気に立ち回りが変わってきます。ゲージを抱えていないとちょっと強く前には出れない状況になるので、逆にゲージを抱えていると前に出れる、しかしお互いゲージを抱えているとまた前に出れなくなるという、さあこのゲージを持っている持っていないの駆け引き。さあ竜巻、竜巻ハイパー波動。さあダメージを取っていく。さあお互いゲージ満タン。さああとはどこで耐えていくのか、このまま抱えたまんまの地上戦が続くのか、中足波動。最後かかと。さあまずウィナー勝ち上がってきたのは浅間剛毅ね、リュウというキャラですね、 1P のみエーパーがあると、で 2P はエーパーがないと、まあないと言ってもあのなんかよくわからないあのエーパーのような技はあります。ああそんな、しかしさあオリコンミス、しかし拾い直されてまだわからない。さあ今あのちょっと続きませんでしたが、あのジャンプショーパンチカウンター食らいますよね、で着眼でもう一回飛んでオリコン発動しますよね、でそうするとね、あのままずーっとあの空中で技が入り続けると、まあもちろん入れるためには簡単に入るわけではなくてですね、着眼ジャンプっていうのをしなきゃいけないので、あの毎回それが猶予2フレ3フレぐらいしかないので、あのなかなか続けて飛ぶのは難しいんですが、それでもあの現役では当然のようになってきます。さあ1ラウンド取ったのはフチリュウ、勝利。
さあ藤流が、ワンピーの藤流がさあ伸び伸びと試合をしている。さあ対する 2P を取った、さあ新残機、残機竜自体の組み合わせは残機の方が有利は有利なんですが、やはりこのワンピーの竜、あーと、あーとオリコ使っていく、あとピカリを勝利で返す。さあ勝利を持っているキャラですね、相手のオリコを見てからですね、頑張って勝利を出せばですね、勝利がね、勝つんですね。まあ、勝利の性能にもよりますが、見てから勝利でですね、オリコン、竜はオリコン耐えてましたが、オリコン、やっつけない時でも勝利で潰せます。さあ、5の展開。さあ、残機が寄っていく。画面端を回避、めくりガード、ダフラに出させて、ダイヤシーもう一回ダイヤシー、さあここどうどうなる、あーと、あーっ、あーひよったぞ、これはガード、届かず、勝ったのはフチリュキーコンフィのところですね、中国のコマンド入れでですね、やったら出るという形になります。さあ行きましょう、あーっと、あーっと、雨宮の紹介をしたかったんだが、あーっと、残像が拾う。さあというわけで、現在エーパーを入れているのがワンピーが猫の久賀と、なんで雨宮の紹介をさせろよさあ、このゼオスイートゲームですね、ある意味ぶっ壊した男の一人でございます、猫の久賀と。そして対する 2P側、さあ03稼働して15年経ちますが、15年かけて唯一誰も今までやり込んでいなかったキャラというのはこのユーリというキャラ、残りのキャラは全員誰かが何かしらのやり込みを見せていたんですが、誰一人として手をつけなかったキャラクター、15年経ってついにやり込む男が現れました、それがこの雨宮。さあ V 桜という強キャラを捨ててまで、さあこのユーリというキャラを操っております。さあ折り込んで、そして真ん中からエリアル、さあそしてこの雨宮でどうとか、このオリコンがどうとかやる、この立ち回りの読みが強い、まあどっちかというと猫の日も同じようなタイプのプレイヤーなんですが、これはさあキャノンから立ち台ゲー、さあ取り返していく雨宮。さあこのお互いが仕上げてきたこのキャラクターどうしよう、サマトもエーパーさえなければそんな弱い、強いキャラ、あーっと食らってウォーター、あれはガードできたはずなのに、さあ食らってしまう、これは何も起きなければこのまま終わる。さあ 2P なので端でめくって、これで簡単に読むように見えるんですけど、ね、とにかくジャンプが難しいです。これは終わってしまうのか、あー終わってしまう。さあ雨宮有利のいいところは1ラウンドだけでした。さあでは、さあ行きましょう、猫の日フチリュウが勝って、さあ次の4人、さあマジカルサクラへの挑戦権をかけた4人のトーナメント、さあまずは竹ダル対フチリュウ。さあダルシムというキャラクターはですね、ゼロスリーの中では、まあ、4強と言われるキャラの中の一つ、まあ、一番強いキャラがソドム、そしてゴーキー、ダルシム、サクラ、この4キャラがゼロスリーでは強キャラと言われているんですが、このダルシムというキャラはですね、 Z と V に限るんですが、Aパーが、ね、入らないです。今見たでしょうか、食らっててもですね、途中であえて消えることができてですね、あれで Aパーを回避ができるんですね。だからAパー、アンチAパーの、ね、第一キャラとして非常に強いキャラでございます。だからエーパーキャラとして、ね、サガット、V 流で、バルログ、カリンなどもあるんですが、こうエーパーキャラが出てくるとダルシムで潰せと、さあいう形になっております。今日はねちょっと一番強いキャラソドムがちょっと今日は決勝残ってないのであれですが、さあしかしここまでは内流が取っていく、そして鎖骨、さあ流れで一気に持っていった内流、さあダルシムがこれで消える。さあ行きましょう、
いわゆる中堅キャラの2キャラですね。さあまずはあーと残影があれで少々中残影なんですか本当は。さあ残影が通らない。さあ 1P 側は森桃源。さあ現在業界でですねあの Z 源をしっかりとやってるのはもう2人しかいなくてですね、ダーク源と森桃源しかいないんですよ。さあダーク源はちょっとですねいやあのいろんなことがあってあの03のない土地に引っ越してしまったのでさあ現在、まあ、あるにはあるらしいんですけどあの広島という対戦相手のないところに引っ越してしまいました。さあこれもねどこまで頑張っていくか。対するは先ほどエーパーでアモミア有利を倒したレコード日。さあこのやり合い、しかし最後転がったところに2を合わせる。さあ猫のヒーシラウンド2ラウンド目。あーと飛びが通る。こう猫のヒーはですねなんか不思議なんですけど猫のヒーのね飛びっていうのはね簡単に通るんですね。さあこの飛びのタイミングが非常にうまい。さあ猫のヒー削りで押していく。しかしガーキャンで返す。うおっとさあカウンター一気に減っていく。あーとこれは画面端着キャンコンボ。さあ取ったのは猫の日。まあ03というゲームはですね上位、まあソドムを除いてですね上位今までにずっと三強と呼ばれていたゴーキダウシブサクラにエーパーがなくてですねその下に控えているキャラクターたち、まあ、サガット、ソドム、バルログ、カリンなどなどがですねエーパーを持っていると。あと地上で発動でこのエーパーキャラ対強キャラというこの構図がですね非常になんか謎のバランスを保っております。しかしですねソドムというキャラがですね強キャラのくせにエーパーを持っているというバランスを崩してしまうという形になっておりますが、さあ一段通ったのは猫の日サガット。オリコンこれは後光りであっ落としまう。チューブロー。大パン。あの下大パンチいわゆる下手用ですね。あの下手用といえばカペースなんですがあの03の下手用も超強い。さあ空爆でダメージを奪っていく猫の下がと大吉。あーとめくりこれはピオル。そしてこれは波動ランプで削っていく。さあ最後まではいかないが浮かして、さあ体力リードは不自由。しかしゲージがバックスの朝方。あーと昇竜届かず。どうなる。さあ昇竜回避だったが削る削る上体が最後早出し大ゲー取り返した不自由。さあなのへさあ後ろで名古屋勢が見つめている。正代投げて勝利。あーとそしてあーと浮かし浮いたが大丈夫か。あーとガードできず。あれは浮いてるので確定ではなくてうまく受け身を取ればガードはできるんですがやっぱりかなりシビアでございます。さあこれは最後まで取ったのはフチリュウと言っても過言ではないですからね。さあ行きましょう。セミファイナルマジカルサクラ対フチリュウ。さあこれはねエーバがない組み合わせなので非常にマイルドな感じでジョースルを楽しめるかと思います。そしてリュウサクラというねこう地上戦が非常に面白いこの組み合わせ。あーと飛びを通せ受け身でしょうけ。で振っていく。さあ不死竜はどっちかといえばよく飛ぶタイプの竜ですからね。上から押し込んでいく。で竜というキャラは意外とこう飛びのなんか中継とか台形とかの判定が強いので結構バトラーに来ると非常に面倒くさいんですが、さあ桜体力リード。そしてもう一回めくりが通る。さあこの桜のめくりループ。さあ分からない、あのめくりループは分からないけども頑張ってガードするか、それとも空中に無理やり逃げるかと。
さあいろんな会社ではあるんですが、やはり強いには強い。さあ2本目振り子で押していく、振り子カウンター、ため波動大きいダメージ。さあああいうカウンターの取りやすい技がキャンセルかかるとやっぱ強いですよね。さあこれがさくらの強み、振り子、そして下台パンチ、カジチューパンチ、しゃがみショーパンなどの技が強い。あの中パン中昇竜、さあ足刺して、あーと、さあしゃがんでいてもね竜巻はつながらないが、さあ当たるゴムの展開、お互いまだゲージが使えていない、使えていないんじゃなくて使えない。さあどうなる、あーとダブル KO。 さああのさくらの微妙な距離での立ち中盤を踏むのがかなりね辛いんですよね。リュウも大事させていく、正直なカード、あとこれはあとどうなる、ガーキャンディ返せ、オリコンもね、あのガードさせて、ガードキャンセルさせてゲージを半分使わせるみたいな。あと勝利、おーっと画面端転がる、あれは結構危ない選択肢。そしてこれはあれゴン、しかし勝利で返す、しかしさくらまだゲージがある、そうです、潰されてもね半分しかゲージ消えないので、カペースの場合は全部消えるんですが、さあこれが上水との違い。あー体力リード不治流、振り子大群、あの振り子が強い、あーとめくり空爆いくんだが、あーと割れた割れた、これはあーとオリコン使ってしまったが、確実にラウンドを取りに行く不治流。さあ第4ラウンドファイナル、ファイナルになるとね音楽が変わるんですね、このゲーム。超大波動空爆、上に逃げる、しかし画面端を押し込んで透かし投げ、ここからめくりに行く、上に逃げる、あーと受け身取ったところ、オリコン、そしてエリアル3、4、5、大パン、桜落としまで、どうなる、さあ橋を背負わしたいが、さあさあ早くもゲージが溜まる、さくらどうなる、さあこのいつもと違う音楽で、あーとガードさせる、ガードさせる、波動ランド昇竜出していくが、ガーキャンしていなかった。さあ勝ったのはマジカル。さあ行きましょう、ゼロスリー部門のファイナル、 1P 側がマジカルサクラ、 2P 側が浅場宝器。さあマジカルサクラはこれは浅場を2回倒さないといけない形、さあ浅場は一度負けても大丈夫。さあまずはさあオリコンガードさせていく、そしてガーキャンさせる、ガーキャンするとね自分がゲージを半分使うだけじゃなくてですね、あの上に今デンジャーでついてるんですが、あれガードゲージなんですけど、ガードゲージが2個ね短くなるのでこれすぐ割れてしまうという形になります。さくらもあれ本当はもう1本ガードゲージあるんですが、ガーキャンで1個なくなってる状況。さあさくらがまず体力リード取っていく、さあデンジャーもついてこれはきつい形、ゴーキあとオリコン、あとビカリ、さあギリギリゲージが溜まってオリコンと発動で、まずマジカルから、さあマジカルまずは1勝したい。さあ投げを通す、大剣あれは勝って、中間ガード、さあお互い
かなり守りが強くなってきている中足かかとさあ、そばが攻めていく、さあ、ツーパーキーから取り切りにいく、お互いゲージが溜まって体力リードは浅場豪輝だが、どうだ、あと最後中足、さあこれで振り出しに戻る、そして浅場はリーチ、さあマジカル2試合目に持っていけるのか、中盤で潰す、ああいう小さいダメージの蓄積が大切、あと波動に合わせる、そしてガーキャンさせる、あれガードキャンセルしないと、あの上下段のガード不能が待っているので、必ずあれはガーキャンします。巨人押していく、この地上戦、地上ではあの桜の立ち台キックがとにかく強い、さあ一旦前を取ってかかと、え怪しい竜巻、さあオリコンが出せなかった、どうなる、プリコ波動、これでどうなるんだ、ガーキャンで返す、あと最後のショーキック、しかし届かず、ということで浅場が全勝優勝、おめでとうございます、作詞、いやー最後は 0-3 らしい、いい